カタールワールドカップ初戦、ドイツ戦、奇跡のゴール。それは長すぎる布石と想像を超えた奇策によってもたらされた。この動画では歴史的勝利を手繰り寄せた森保ジャパンの戦術を振り返ります。日本は序盤守備的な姿勢を見せる。 4-2-3-1 を基本フォーメーションとし、トップとトップ下が同列を作り 4-4-2 で守る。ただ相手センターバックにはプレスをかけない。1列目の前田と鎌田はあくまでもドイツ中盤、キミッヒとギュンドアンへのパスコースを消す。ただ日本はドイツサイドバックに対しては激しく寄せる。つまり相手センターバックにはボールを持たせるが、サイドバックはサイドハーフが徹底的にマークする構え。サイドハーフが使えない展開。さらにサイドを限定する日本に対し、ドイツはわずか2分で最適な経路を導き出す。中盤キミッヒが降りることによる3バック化。これにより鎌田と前田が引きつけられ、広がったセンターバックの顔が上がる。そしてそこからの対角フィード。日本の2トップ、サイドの限定は早々に無力化される。さらに日本は攻撃においても苦しめられる。全体がピッチ幅4分の1ほどまで圧縮された陣形にパスコースは皆無。ボールを前に蹴り出すのが精一杯のコース。試合が経過するごとにドイツは最適解へ到達していく。中盤がディフェンスラインに落ちるダウン3による3バックから、伊藤にマークされるドイツレフトサイドバックラウムを高い位置に移動させるスライド式の3バックを対応。これをされると伊藤が押し下げられる分、運ぶドリブルを許し、さらにはボールを奪ったとしても伊藤が低い位置からの攻撃となり、受け手ではなく出し手となる。伊藤の持ち前のスピードを生かすことができない。ここからドイツは伊藤を押し下げ、ラウムを使う戦術を多用。左サイドを軸に攻撃を組み立てる。次第に伊藤はディフェンスラインに吸収される。そして奪ったとしても蹴ることしかできない。この状況を解決するべく、伊藤はこの場面、ラウムのマークからスライドしたセンターバックシュロッターベックへのマークに切り替える。だがそうなれば中央化したレフトウィングムシアラ、左流れしたハバーツを使われる。伊藤がラウムを離せばドイツは確実にチャンスを作る。日本がゴール前でなんとかしのぐ展開。トップハバーツが左に流れゲームを作り、右サイドではトップ下ミュラーが流れ枚数を確保。ドイツが3バック化すれば、ライトサイドバックズーレを見る久保はドリブルコースを塞ぐため、自動的に中央にポジションを取ることとなる。しかしそうなると大外に構えるミュラーへのパスコースを消すことができない。日本はいいようにドイツにもたれ、そしてそこを起点に崩され始める。そして PK へとつながる場面。この場面ではズーレからミュラーへのコース上に久保が立つ。しかしパスコース上に立つということはズーレに対して縦へのプレーを許すこととなる。並列の2対1を一人で対応することはできない。そこからミュラーの巧みなクロスのフェイクによる横パス。そして伊藤の死角で加速したラウムにボールが届けられる。ここは間髪入れず権田が飛び出すが、主審は PK を判定。
ドイツ先制。そこから日本も攻撃の姿勢を見せるが、ただ前方に縦パスを蹴ることに終始、効果的な攻撃へとつなげることができない。一方ドイツは追加点を狙うべく攻撃の手を緩めない。ディフェンスラインを下げることを厭わない日本。それはブロックの外からミドルがシュートの射程に入ることとも言える。手も足も出ない日本を尻目に、監修は計算されたドイツのロジックに酔いしれ、まるで追加点を望んでいるかのようだ。ラウムはその後も常にドイツの攻撃の狙い目であり、それと比例して伊藤が下がることで日本の攻撃は切れ味を落とす。ラウムによって伊藤をコントロールしボールを運ぶ。そしてラウムの存在そのものをちらつかせ、それを餌に攻撃を仕掛ける。追加点は時間の問題であり、権田のスーパーセーブがなければ前半で 3-0 でもおかしくない内容。ドイツの方が圧倒的有利で圧倒的強者だ。前半終了。ドイツにとってはあとは追加点を決めるだけ。そんな中、日本は後半開始とともにエース久保に代え、センターバック冨安を投入。迷うことなく早々に切った1枚目のカード。これにより日本の陣形は 3-4-2-1 へと変更。守備時 5-4-1 を形成するこの陣形への変更は、前半に見られたドイツの有利性を無効化させ、全ての局面で日本の有利性を強調する最高の采配となった。まず3バックを作ったドイツに対して、これまで2トップで対峙していた日本だが 3-4-2-1 へと変更したことで、3バックに1トップ2シャドウ、つまり3トップを当てることができる。こうなるとドイツのディフェンスラインにフリーは存在しなくなる。3センターバックは前を向けず、ノイアまでボールを下げる展開が激増。日本は陣形を 4-4-2 から 3-4-2-1 へ変更した。だが変更したのは陣形だけではない。ゾーンマークからマンマークへ、守備システムそのものを変えた。つまりフリーになるのはノイアのみ。バックパスの増加は必然。さらにノイアに対してもリュディガーのマークを担当する前田がカバーシャドウを仕掛ける。バックパスを敵に強いるということは、攻撃で前進することと同等の価値がある。なぜならボールを奪うことができれば、すでに全員が相手コートに侵入した状態となり、即フィニッシュへと移行することができるからだ。そうやってドイツの選手全てを捕まえることで、全ポジションでフリーが発生しない状況へと追いやった。さらに日本はボールの動かし方そのものを変更。ただ縦に蹴るだけの前半から一転、後半はサイドチェンジを多用。寄せの強いドイツの守備組織の穴ともいえる逆サイドへのサイドチェンジを解禁。これにより陣形は前進し、ボックスへと侵入し始める。ドイツの 4-2-3-1 と日本の 3-4-2-1 が対峙したとき、日本にとってサイドで数的有利が発生する。日本は戦術の利を生かし攻撃を推し進める。そして後半56分、長友に代えて三笘、前田に代えて浅野を投入。この2人の投入が日本の攻撃をさらに加速させることとなる。守備意識も大きく変わった。積極的な吉田のインターセプト、前半には見られなかった守備の積極性、トランジションの瞬間3バックで構えるドイツと日本のワントップ2シャドウによる同数。
さらに日本のサイドの有利性を潰すために中盤キミヒがこの場面でサイドに寄せる。だがそうなれば中央が空く。日本は生まれ変わったかのようにドイツゴールへ襲いかかる。あとは点を決めるだけの展開。スローインからのサイドチェンジ。さらにサイドチェンジ。サイドチェンジの連続。スペースの発生。顔が上がる。時間ができる。人が動ける。敵は止まる。三笘に釣られるズーレ。その内側のスペースの活用。日本の5トップに対しドイツは堅くなに4バックを貫く。そして71分、田中と堂安の交代。中盤の田中に対し堂安を変えるという強気の采配。後半途中から投入された三笘の効果は絶大で、ドイツも十分に警戒している。簡単に足を出さないライトサイドバックズーレ。三笘は2枚を引きつけ、それによって発生したスペースにバックパス。だが三笘に影響された分、その内側にはスペースが発生している。三笘効果により発生するスペース、日本はそれを組織的に狙っている。そして73分、南野を酒井に変えて投入。これにより日本の最終的な配置はこのような形に。日本はワントップツーシャドウを総入れ替え、さらにはウィングバックの選手までフォワードの選手を起用した5トップともいえる配置。前半から1点、超攻撃的采配で得点を狙う。そして74分、待望の同点弾が生まれる。まずはズーレにマークされたウィングバック、三笘の中央化ドリブルからのサイドチェンジ。この時ズーレは大きく担当ポジションから三笘に動かされている。そして右サイドでもウィングバック伊藤が中央化。こぼれを拾い直し、ディフェンスラインを経由させてサイドチェンジ。そしてボールはワイドに構える三笘へ。この時ズーレは背後を狙う南野をケアし、三笘に寄せることができない。ズーレに対する2対1、三笘はズーレに対してドリブルを仕掛け、動きを止め、カットイン。そしてズーレを限界まで引きつけ、インサイドを抜ける南野へ。南野はリュディガーを引きつけ、中央へ折り返し、これはノイアーが反応するが、こぼれを堂安が沈めた。縦縦と運んだ前半から1点、後半は中央へと運び、サイドチェンジを連続。ボールの運びそのものを変えた。そして堅くなに4バックを貫いたドイツに対して、ワントップツーシャドウプラスウィングバックによるツーレーの2対1。それらの戦術的要因が生み出したゴールといえる。日本の素晴らしかったところは、これで満足しなかったメンタルだ。ボールを奪った三笘は、そのドリブルという子をビルドに生かした。そしてサイドチェンジを促し、敵2人を引きつけ、その内側を南野と共に狙う。ただドイツも突き放すための追加点を狙う。3トップ化した日本に対し、中盤からキミヒが降り4バック化。だが浅野は2対1の数的不利を運動量とメンタルでカバー。本来サイドハーフの選手である伊藤も5バックの構成員として完璧な守備、カバーリングまで実行している。日本は完璧な守備から三度サイドチェンジ。そしてボールを運び、チャンスを作る。そして生まれた待望の勝ち越しゴール。右サイドのフリーキックから、5
ファイブトップの日本、それぞれのマークはこうだ。リュディガーは目の前を走る浅田のマークを捨てた。一方ズーレは南野のマークについた。そこに生まれたわずかなギャップ。抜け出した浅野は減速することなくランニングモーションのまま後方からのボールを前方にコントロール、そしてその足で爆発的加速。掴まれ引っ張られてもブレることのない体幹、そして角度のないところから完璧なポジショニングと守備姿勢を取るノイアーの左方をかすめるニアハイ。完璧な技術とフィジカルがこのゴールを生み出している。裏に抜け続けた日本の布石がここで生き、前半から前田に対応し続けたリュディガーは後半も裏抜けするフレッシュな浅野に対応することとなった。肉体的疲労と攻め続けられたことによる精神的疲労、それは判断を狂わせ、そのギャップが物理的ギャップを生み出した。そしてここからの日本の守備は完璧なものであった。5バックの前に4枚の中盤を置いた 5-4-1。 直前のカナダ戦で見せた5バックは中盤の埋めきれないサイドに穴を作っていた。だがこの日のブロックは課題が完璧にクリア、サイドまで強固な 5-4-1 ブロックを機能させた。幅のある5バックは付け入る隙がない。浅野の懸命な守備はセンターバックに顔を上げさせず、サイドをこじ開けようとしても枚数で負けることは皆無。中盤へのつなぎも激しい寄せとカバーリングで対応。最後はノイアーまで攻撃参加するも日本のブロックを破ることはできず試合終了。日本は前半と後半で全く違うチームを作った。前半守備的で消極的なゾーン守備を徹底、攻撃においては単発的かつ直線的なものばかりだった。だが1点後半は攻撃的で積極的な守備を徹底、そして攻撃はサイドチェンジを多用、ボールを保持し大胆であり極めて戦術的でアイデアにあふれた。この試合日本は無策を演じ死んだふりをした。サッカー戦術という階層から自然界における儀式、生存戦略という視点への昇華、タナトーシス、それは油断や傲慢という感情を呼び起こし迷いや組織的混乱を相手に無意識に与える。日本はそれを組織で体現。これはサッカー戦術を次のステージへと飛躍させるのか。戦術より感情が先にあり、論理やロジックという枠組みでは語れない人として生物としての本能に訴えかける戦術、日本はそれをこの舞台で遂行した。お知らせ、ゴートのライブが進化する。マジ分析でライブベッド、 100% 本気の戦術分析の結果をツイッターで公表。ゴートの予測に一緒に乗るか、最大オッズで賭けに出るか、一喜一憂一緒に盛り上がる熱いライブをお送りします。始めるならブックメーカーはボンズカジノ。通常のカジノゲームだけでなくスポーツベッドも充実、豊富なベッド方法と安心できる日本語サポート、私もここで登録しました。今なら登録時小文字で GO とのキーコード入力で45ドルのボーナスがもらえる。つまりボーナスコードを入力するだけで約4500円をもらえる仕組み。ボンズカジノの登録の概要欄から自分の分析力を試してみます。ゴート FC の紹介。我々は2023年度の都リーグ参加を目指しています。
史上最も戦術的なクラブを目指して現在18名が活動。戦術とは対策の対策とし、相手フォーメーションに合わせた陣形、またそのきっかけとなる変形の動きなど細部まで戦術を設定、浸透に注力しています。我々の試合はスタンダード素子をコンテンツとして公開、構築された戦術がチームに根付き体現されていく様子をご覧いただくためのコンテンツです。また週1で公開される戦術会議はタクティカル素子をコンテンツとして公開、難解な戦術をチームに落とし込むため実際の練習や試合映像を用い、ライブ形式にて戦術や理論を事細かに共有。これはゴート FC の選手はもちろん、戦術を細部までカバーするタクティカル素子との共有でもあり、他チームも含めた戦術を学ぶ全ての選手への指南でもあります。それぞれの素子の詳しい内容はメンバーになるボタンから確認ください。なお iPhone から素子をメンバーに加入すると手数料が上乗せされた額となります。そのため iPhone からの加入の際はサファリからチャンネルにログインし PC 表示に切り替え加入いただくことで正規価格での加入となります。さらにチームは追加選手も募集、初心者から実力者まで共に戦術を学び理論を楽しみながら体現するメンバーを募集。詳しくは概要欄、メンバー応募フォームから。